味噌汁男のなだれ式ラジオ、略して断食ラジオ。こんにちは、山です。このポッドキャストは味噌汁男2人の愛しくて切なくて心強いトークでもって、通勤中の同世代のあなたや寝る前のひとときを過ごすあなたの共感を勝ち取ろうという魂胆満載のトークバラエティです。配信時は毎週日曜の夕方4時頃を目指しておりますが、最近ですね、怠けがちです。収録場所はですね、東京の真ん中のあたりです。はい、というわけでですね、最近相方の直樹がいろいろとプライベートで忙しいみたいなので、時間が取れなくてですね、もうこのまま行くと本当に何週も空いちゃいますので、以前ですね、出てもらった私の後輩にあたりますゾノにもう一回出てもらうということで、今回呼びました。ゾノです。あ、はい、よろしくお願いします。天外行為のね、会をですね、かなり前にやったんですけれども、まあ、今回もね、ご自分のお仕事、得意分野である保険についてですね、まあ、なかなかほら我々って知らないじゃないですか、保険について。入ったはいいものの、何もなきゃね、ないでいっかっていう感じでね、終わっちゃってるんで、まあ、そのあたりね、なんかこう保険のうまい利用法、活用法はないかみたいなことをね、今回中心にして話していただこうかなと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、まあ保険もいろいろありますけれども、はい、今回何保険、とりあえず一発目。いや、保険は何でもいいんですけど、別に、はい、まあ皆さん生命保険とか入院保険とか、まあ、最低限社会人になって入ってらっしゃるとは思うんですけども、まあ、その他に火災保険入ったりとか、まあ、お家借りたりとかしたらね、賃貸用の火災保険入ったり、お家を建てた方も火災保険入ったり、車を買った方は自動車保険入ってらっしゃるとは思うんですけども、そういったいろんなさまざまな保険ですね、そういったものをみんな入ってはいるんですけど、じゃあ本当にもらったことあるのかっていう話なんですよね。そうね、まあ、例えば俺の感覚からすると、まあ、まさに保険なんで、そもそもそういうもらわないといけないようなことが起きたら嫌だな、はいはい、で結局何もなくて、はい、ああまあ何もなかったけど、はい、まあそれはそれでね、やっぱりしょうがないことだよね、うん、みたいな感覚かね。そうですね、まあ、正直ね、はい、うん、違うの。そうですね、やりようによってちょっとこういろいろもらえたりとか、形にないものなので、はいはいはい、知らないと損するように、まあ、特にお金のことはですね、できているので、この資本主義の世界はですね、そういったことの、まあ、ちょっとした知恵ですよね、そういったものを、まあまあ、あんまり広く教えるとはまずいこともあるのはあるんですけど、まあ、うまく活用してもらって、保険の元を取り戻した方が僕はいいなと個人的に思ってます。言える範囲でね、言える範囲で、言える範囲でね、はい、はいはいはい、じゃあ例えば、まあ、事例その1、その1、はい、私は賃貸に住んでて、賃貸用の火災保険に入ってるんですけど、火災保険にはですね、持ち出し火災っていうのがあるんですね。おう、ちょっと詳しく言っていただけると、これはですね、家から持って出られるものが対象になるんです、うん、例えばそれは結構大きいけど、はい、うん、テレビは持とうと思ったら持てるからテレビみたいな感じ。テレビもいいですけど、まあ、あんま持ちじゃないですけどね、うん、ノートパソコンとか、うんうんうん、まあ、服とか、うん、スーツ、うん、ハイヒールとかでもいいと思うんですけど、まあ、まあ、要は靴とか、そうですね、うんうん、はい、ハイヒールとかでも何でもいいんですけど、持って出れるものに対してタンスは、タンスはね、どうかな。それって要はさ、その、はいはい、持ち出せるっていうのって、はい、キッチンは固定してあるよね。あ、無理ですね。そしたらトイレは固定してあるよねっていうことじゃない、うんうん、けどタンスって固定はしてないけどめちゃくちゃ重くないっていうことがあって、うんうん、それはその、うん、とにかく A 地点から B 地点に持って出れるものですね。簡単に言うと。ということね。なるほどね。で、細かいのはその保険会社によってちょっと内容も変わるので、はいはい、例えば、まあ、服の場合は AIE は出るんですけど、はい、他の会社は出ないとかね、なるほど、あるんですよ。なるほど。で、何が言いたいかというと、はい、燃えなくてもお金は出るんですっていう話です。火災ではなくてもってことですか。そう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 。
この間私スーツ高いのがですね、まあ、1着10万円ぐらいの買ってですね、うん、買って 1年ちょいでですね、お尻に穴が開いてですね、これどっかで引っ掛けてるんですよね、引っ掛けてちょろっと穴が開いたんですよ、うん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 、でこれはもう参ったなと、せっかく買ったのにこれで履けないなと思ってたんですけど、あ、そうだ、火災保険使ってみよう、これ使ってみようってのが大切なんですよね。あ、でとりあえず連絡してみたんですよ、うん、でいつ頃起きましたかと、あ、いついつ起きたって、まあ、適当に言うんですよね、まあ、大体この辺かなと思って、穴開いたと、で写真撮ってくださいと、撮っておきますと、で一応ですね修理を、依頼されるんで、もし修理した場合どれぐらいのお金かかりそうですかって言われるんですね。でも正直既製品なのでオーダーではないので、修理も難しいですと、で1年半前のモデルなので正直服屋さんに持ってったとしてもちょっとこれは修理するぐらいだったら買い直そうかなって言われますよねって僕は言ったんですね。いや、その通りですねって向こう向いてきたんです。でしかも私営業なのでお客さんの前でですねこう縫い合わせたスーツでいけるわけがないんですよ。これを言うとですね向こうはですね、ああ、おっしゃる通りですね、じゃあ、これって全損ですねって言われますね。これ全部損害ですね、全損扱いなんですね。そうすると何が発生するか、最調達価格なのでいいですか、そのスーツの定価の値段がお金が出てきます。おー、まるっと、はい、例えばこれ、定価10万円のスーツをですねバーゲンでですね、7万円で買いました。でも10万円で請求ができちゃうと、まあ、領収書出せって言われますけど、1年半前の領収書なかなか取ってないですから普通。ちょっといくつかいい、はい、まず、火災保険、はい、火災保険っていう響きじゃない、はい、で一般的に火災保険っていうのはその他の損害も、まあ、もちろん会社によって違うと思うけど、はい、保証してるってこと。そうですね、それが壊れたり、一番まずいのは経年劣化はまずいです。その例えば擦れて摩耗みたいなやつが破けちゃうとか、まあ、無理なんですけど、例えばハイヒールがですねパキッと折れたとか、なるほど、はい、で片方だけ折りたとしても、まあ、まず修理費用を求められますけど、それはなんか結構そうやってさ、はい、なんだっけ、あの靴直す駅とかにある、はいはいはい、ね、ああいうとこに駆け込んで、はい、ボンドでくっつけてもらって、うん、みたいなのとかやったりするじゃん、はいはいはい、突然俺女性とかね、あのそれこそなんかこうレンガとレンガの間にね引っ掛けてみたいな、そういうのも声をかけてみたら、もしかしたら、もしかしたら、はい、しかもそれがね、一足10万ぐらいするような、ね、ブランドのやつだったら、まあね、なおさらですね、はい、2つ目いい、はい、という疑問2つ目、今の話だと結構すぐ保険外なんか保険屋さん、はいはい、すぐ折れたけど、そんなもんな、そんなもんですね、聞くだけただですから。で、一応ですね、なるべく担当者がいるんだったら担当者に1回聞いてコールセンターに連絡した。ああ、なるほど、あんまりやりすぎちゃうと、そうだよね、更新の時に、うん、いや引き受けできませんって言われる可能性があるので、そしたらまた保険会社を変えれば変えなきゃいけないっていう、まあ、手間が発生するので、まあね、なるほど、まあいわゆるその明らかにこれは濃いだろうみたいなのが続くともちろんダメだけど、そうですね、はい、今言ったみたいに例えば釘が出てましたと、はいはい、服引っ掛けちゃいました、はい、ああじゃなくて一旦火災保険に入っているのであれば声をかけた方がいいんじゃないか、はい、もしかしたら全部出るかも、そうっていうことね。そうです、破れたからカーッと来てですね、ゴミ箱に捨てちゃダメなんですよ、まず写真を撮るんですよ、写真。あ、けどまあ領収書もね、あるならあるに越したことはないですよね。あるならあるで、まあちょっとそのバーゲンで買ったとはね、うん、バレちゃいますけど、うん、まあその値段で、うん、買った値段で一応申請をしておくと、うんうんうん、でよく大体借家に賠償は面積3万円とかってあったりするので、そしたら3万円以上じゃないとなかったりしますけども、まあ、そこはちょっと保険会社の、どういう契約をしてるかによるので、まあもし分かんなかったら、まあ分からないようにできてるので一回問い合わせて僕とかでも見ることができる。素晴らしい、はい、何かあればどのさんによろしくお願いいたしますね。はい、本当ね。あとですね、はい、ほかほか。次の事例。居酒屋に行って、酔っ払って、相手にビールこぼして、あら、
第三者に、スーツべちゃっと濡らしちゃったと。クリーニング代、クリーニング代、ね、補正の巻きですね、はい、